エディターのお魚ちゃんです。今回は何かっていうと、はい。まあ、中古車をと紹介しようかなと思ってます。はい。中古車です。今回はこちらとなります。はい。トヨタ IQ の 130X のレザーパッケージって、ちょっと上位グレードの車を見せてもらえたんですね。はい。まあ結構ね、アッシュグレーの感じが結構素敵な車なんですけど、まあそれにね、黒いね、N ロゴ、ネッツロゴとかが入っていて、結構シュッとしてて素敵な車を見せ、なってたんですね。後ろもトヨタロゴも黒くなっていて、本当に素敵な車だったと思います。結構大人だけど、やっぱスポーティー、そういう車だったかなって感じはあります。まあ、結構ね、少しカスタムもされていて、カーボン調のリップスポイラーとか、まあそういうところもやっぱりね、魅力的な車だったかなって思います。ただ、もしかすると、ちょっとね、前かかってるので、その点はご容赦ください。まあ見たときはね、本当に、まあ、ちょっとね、トヨタモビリティさんの拠点から持ってきたばっかの車っぽいので、まあ、あれだったんですけど、やっぱりね、いい車を見させてもらえたなって思います。そんな感じの車です。はい、どうぞ。こちらとなります。トヨタ IQ の、まあ、130X のレザーパッケージという、まあ、上級モデルになるのかなと言えます。実際言えば、こちらは、まあ、1000cc と1300。後から北米向けの最後のデザインで、ちょっとね、オーバーフェンダーをかけたような感じのモデルが出たりとか、まあ、いろいろあったんですけど、やっぱりね、本当に、可愛らしい車です。はい。そんな感じかな。というところで。まあ、状態として言えば、あ、自身ってかなり使い込んだんだかなって。まあ、カーポートとかに置いてた車なのかなって感じはあるんですが、やっぱり、ね、思ったより綺麗な車かなっていうところ。
まあ、車としてはどうかというと、まあ、実際は1000と1300、2つあるんですが、もともとはですね、まあ、デザインしたのはヨーロッパの、まあ、トヨタのデザイン拠点、ED スクエアってところだったんですけど、まあ、そちらでデザインした車です。まあ、本当にね、その当時出た、まあ、ダイハツのタントとかといった車のね、ボディサイズの技術を使ったりして、まあ、トヨタとダイハツがね、それぞれ手を組んで作ったような車です。ですけど、まあ、そうじゃなかったらこんなちっちゃい車普通に作れません。はい。まあ、どちらかというと本当にね、フルゴネットに近い感じでありな、感じもあるけど、やっぱりギリギリまで攻めてる。そういう感じはあるのかなって感じはあります。見た感じとして言えば、ハッチシューって、ライトがちょっとくすんできているので、まあ、本当にね、まあ、本当に、日の当たるところに置いてあったのか、もしくは本当にね、カーポートとかで西日が当たったようなところにあったのか、まあ定かではないんだけど、もう本当にそういうところに置いてあった車なのかなって感じはあります。はい。でもやっぱ素敵な車ですよね。はい。Yeah.
まあ、乗員としてはさっきもちょっと言ったかもしれないんですが、まあ、主に2人で乗れる車ってところで、まあ、全員定員としては4名まで行けます、はい、ですけど実際のところはやっぱり3人までとか、まあ、そういうラストワンマイル感じだったと思います。なので本当にもうギリギリまで攻めたスポーツクーペって感じもあるんですが、それくらいの、ね、マイクロコンパとかという感じはあります。本当にねまさかの車だったのでここはびっくりしたなっていうところはあるんですが、まあ、エンジンとしては1996から1329cc ということで、まあ、1000から1300ぐらいで、まあ、本当にねボディサイズとしては大体1680から1700かするかですけど、こっちは特別なモデルなので1680ぐらいですね、はい、全高が1470キロ、ホイールベースが2メーター、全長が大体 2.99 ぐらいなので、まあそんなもんかなってところですよね。はい、
回のモデルにおいて言えば、まあ、レザーパッケージとなるので、まあ、エンジンは CVT に組み込んだ、まあ、94馬力の1300のエンジンになります。で、本当にね、重量がめちゃくちゃ軽くて980キロ、そして、まあ、全ボディサイズとしては3メーターと 1.68 の、ね、1.5 というところなので、まあ本当にね、5ナンバー枠に収まる車です。はい、まあそういうところですけど、やっぱりね、本当にこの色合いやっぱいいですね。まあノーオーディオチェアだったみたいで、まあナビが後付けされております。はい、そんな感じではあるんですが、まあ前後とも、まあ、175の 60R16 ということで、まあ16インチのタイヤが入ってあります。はい、you just come running by.
としてこんな感じだったんですが、まずはデザインとしてはやっぱね紹介しようかなと思います。先ほどもちょっと紹介した通りに、本当にヨーロッパの ED スクエアってところがデザインしました。元がそのデザインなので本当にヨーロピアンでね、本当に狭い道でもやっぱりスイスイ行けるというところで、海外ではね法人さんにもね本当に気合を入れてた車なので、本当にねもう使い勝手の良さ、小回りの良さ、やっぱそういうところを結構狙った車で、国によっては後ろの座席をキャンセルした仕様とか、いろいろあったんですが、国内においては一部限定車でそういう車あったんですよね。ですけどやっぱりねこの車において言えば本当に軽自動車から派生した技術を使っているので、本当にダイハツさんじゃなかったらまずできなかった車だと思います。
そしてまあ普段ね車についてるはずの装備もかなり削られていて、本当に痛い、ピンからキリまでコストを削った車で、ここもすごい車なんですよね。まさか出るとは思わなかった、そういう車です。車の状態とかボディサイトのことかなって思いますが、やっぱりね本当にとても綺麗な車だったなと言えます。はい、まあ傷もないですし、やっぱりね飛び地もあんまりなかったかなって思います。あっても目立つところにはないんで、かなり大事に乗られてた車なんじゃないかなっていう感じはあるんですが、まあこれもこれで悪い車ではなかったかなっていう感じはありますよね。はい、まあ湾曲したラインとか、まあちょっとカスタムはいじられてはいるんだけど、やっぱこれもこれで悪い車ではなかったかなって感じです。はい、
ヤ周りとしてもやっぱりね、まあエンブレムとかいじられていて、まあ、ちょっといじられカスタムされてるなっていう感じはあるんだけど、やっぱりね本当に状態はそんなに悪くはないかな、本当にシックでとても素敵な車だったなっていう感じはあります。なのでこうしてみても悪い車ではないかなって感じですし、やっぱりね本当にまあどうしてもだったら、まあ、ちょっとミラー周りとかちょっとクリアあたりはちょっといじらないといけないかなって感じはあるんだけど、やっぱこれはこれでね大事に乗れてた車なんじゃないかなっていう感じはあります。はい、最後にかかとかにはなっちゃうんだけど、やっぱりね本当にまあだいたいこの車でチラッと見たんですが、だいたい80万から90万円くらいの車でした。はい、まあ、だいたいが相場で言うとこの車は、うん、だいたいが本当に60万からだいたい100万円台の車ですので、まあ、ここまで来たらやっぱりね、まあ、大事に乗られてない限りちょっとそんな感じになっちゃうのかなっていう感じはあるんですけど、なかなかない車を見させていただけたので、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。そんな感じはしましたね。はい、はい、まあ、こんな、ね、面白い車があったらまたどこかで紹介できたらなってちょっと思っておりますし、ぜひともね見つけたらぜひ確かめていただきたいなって思うしね、やっぱり
見ていただきたいなって感じはあります。なのでまあ本当に売約済みだったり、あとはねディーラーさんの条件もあるので、本当にサービス入力をできる方とか地元に住んでる方とか結構厳しめの条件も取られることがあるので、まあ、この点はちょっとご容赦いただきたいなと思います。そんな感じでしょうか。はい、そんな感じではあるんですけど、やっぱりねとても素敵な車だったかなって感じはあります。まあ、足震えの感じ、まあ、何目だかな、その感じとやっぱりねシュッとした感じが今っぽくて素敵だなって感じはあるし、まあ、こういう感じも悪くはないですよね、まあ、それでもって後ろのトヨタロゴとか、まあ、そういうところもあるしね、まあ、一人で乗る場には本当にいい車だろうって感じもあります。これで、まあ、EV とかだったらやっぱりもっと面白い車だっただろうなっていう感じはあるんですが、やっぱりね本当に、まあ、先々代のビッツから派生した車だったので、結構まさか出てくるとは思わなかったね、この車は、はい、そういうくらい面白い車だったりとかはあります。やっぱりねこの感じは悪くはなかったと思うし、ね、